You I は、アメリカ合衆国の音楽家、レディー・ガガの楽曲。彼女の2枚目のスタジオ版、ボーン・ディスウェイからの4枚目のシングルとして、2011年8月23日に発売された。伝説のロックバンドクイーンのギタリストである、ブライアン・メイベーテレビ番組、トゥデーで、U&I を披露する、ガガガガのシングルはシンセサイザーを多用した、ダンスミュージックが主流であったが、 11枚目にして、初めてロックの楽曲をシングルとした。レディー、ガガの名の由来である、代表曲、ラジオが、ガで知られる、クイーンのギタリスト、ブライアン・メイがギターとバックコーラスで参加しているほか、ブライアン作曲の代表曲、ウィ・ウィル・ロック・ユーの足踏みリズムがサンプリングされている。ガガはこの曲を大変気に入っており、2010年10月に、米テレビ番組、トゥデーで、 アルバムからいち早くこの曲を生演奏した。そのため、実質、ボーン、ディスウェイから最も早く公開された曲ということになる。この曲は、アメリカネブラスカ州出身のガガの元恋人男性について歌った曲であり、ガガはこの曲を自分にとって大切なものと位置づける一方、元恋人を思い出して悲しくなると述べている。2011年6月に来日した際、 テレビ番組スマップスマップでガガは歌詞の一部をジャパン、東京と変えて歌い上げた。プロモーションビデオはネブラス歌集で撮影された。ビデオはかなりプライベートな内容になっており、このビデオは何かの答えを示しているのではなく疑問だらけのビデオなのですとガガは話している。ビデオはストーリーの各シーンを乱雑につなぎ合わせて構成されている。 ストーリーは小屋の中でマーメイドのガガと恋人の男性がセックスをしたり水の掛け合いをして愛し合うところから始まる。恋人はガガを人間にするためにガガを謎の装置に縛り付けたり液体の入った水槽に沈めたりする。その後人間の体を手に入れたガガはベッドから起き上がり慣れない人間の足でヒールを履いて傷だらけになりながらも ニューヨークから恋人に会いにネブラスカまで歩いていく。道の途中、アイスクリームトラックの前で、ガガがアイスを落とし、店主の中年男性に笑われるというシーンがある。これについてガガは、幼少期に体験した忘れられない、辛い思い出であると語っており、人生の道のりが決して平坦なものではないことを示唆しているという。2011MTV ビデオミュージックアワーズで、 自身の別人各社であるジョー・カルデローネに奮して、ステージに登場する、レディー・ガガ最後は、ウェディング姿のガガと恋人が結婚する場面で幕を閉じる。ビデオの途中でトウモロコシ畑の中でピアノを弾く、幼少期のガガとガガの心の中にいる、もう一人の自分である男性、ジョー・カルデローネが登場する。この二人がキスをするシーンは、自分自身を愛してというメッセージが込められている。 ガガはこのビデオを自身のツイッターの1000ツイート目に公開した。このビデオの他にこの曲のファッションフィルムが5つ撮影されている。アメリカでは最高6位を記録。これにより全米トップ10記録を11作連続キープしたことになる。他にもニュージーランドで5位、オーストリアと日本で8位、カナダで10位を獲得するなどヒットした。ありがとうございます。